リオ・ニテロイ橋は、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ州のグアナバラ湾に架か,かる全長13,290メートルの箱型桁橋である。正式名称は、建設を命令した、当時の大統領にちなみ、プレシデンテ・コスタエ・シルバ橋であるが、実際に正式名称で呼ばれることは、ほとんどない。リオ・デ・ジャネイロ市とグアナバラ湾を挟んで対岸のニテロイ、と、所要時間約10分で結ぶ。 国道 BR-101 号線の一部を構成する。この計画は1875年に遡る。当時、ニテロイへ陸路で向かうには湾を迂回してマジェを経由する 100km 以上の道のりを進まなければならなかった。1963年に入ると河橋の調査に向けた作業部会が設置され、1965年10月29日には、 架協計画の最終案の管理のために実行委員会が設立された。1968年8月23日には、イギリスのエリザベス二世女王夫妻の砲白に合わせ、当時のアルトゥール・ダコスタへシルバ大統領の命令の下、架橋協工事が開始された。実際の工事は1969年1月に開始され、1974年3月4日に開通した。 全長約1 3トルのうち8、8 3トルが湾上にある。片道4車線で高さが最高7 2ルある。開通時の1974年から1985年までアメリカ合衆国のポンチャートレーンココーズウェイに次いで世界で2番目に長い橋であった。リオニテロイ橋の前景。ありがとうございます。